大谷翔平選手49号50号51号ホームランで前人未到の偉業50、50達成。6打数6安打10打点3ホームラン2盗塁の大暴れに世界中が熱狂。これはもう神の領域だ。一昨日から敵地でナ・リーグ東地区ダントツ最下位のマイアミ・マーリンズとの3連戦が始まりました。ドジャース地区優勝に向けて最低限勝ち越し、できればスイープしたいカード。初戦は大谷翔平選手が48号ツーランホームランを放ち、 DH としてメジャー史上最多本塁打を更新し、打点もリーグ単独首位に浮上。ただドジャースは投手陣が崩壊し敗戦。そして昨日の第2戦、大谷翔平選手は第1打席ヒットで出塁すると、すかさず今季49個目の盗塁。そしてドジャースは打線が爆発し、投手陣も好投を見せ完勝。これで地区優勝マジック7、プレーオフ進出マジック1としました。そんな中迎えた今日のマイアミマーリンズとの3連戦の第3戦。チームとしては今季153試合目、大谷翔平選手にとって150試合目に1番 DH で出場。大谷翔平選手、さまざまな快挙達成に向け、2試合ぶり49号ホームランでドジャースの年間最多本塁打記録に並ぶか、2試合連続49盗塁で異次元の50、50に近づけるかに注目が集まった今日の試合。この動画では今日の大谷翔平選手の全打席を紹介、ドジャースの最新の成績、大谷翔平選手の最新の成績、過去シーズンとの打撃成績比較、大谷翔平選手が達成しそうな記録をどこよりも詳しくデータをもとに紹介しているので、忘れずにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日の大谷翔平選手の全打席を紹介。1回先頭打者で迎えた第1打席、カウント2ストライク2ボールから153キロの真ん中チェンジアップを捉え、ライトフェンス上部を直撃するツーベースヒット。そしてその後3投を決め、ついに大台50盗塁に到達。なおイニング終了後、記念の3塁ベースが外されベンチに保管されました。この盗塁で日本出身選手では意外にもデーブ・ロバーツ監督が持っていた06年49盗塁を抜き、歴代1位となりました。1対0、2回、西1・2塁で迎えた第2打席、カウント1ボールから151キロの真ん中低めチェンジアップを打ってライト前タイムリーヒット。そして続くムーキー・ベッツ選手の初球にしれっと2投成功。捕手は投げることもできませんでした。これで盗塁は28回連続成功中で、盗塁成功率はなんと 92.7%。 メジャー全体の盗塁数ランキングトップ5の盗塁成功率と比較すると、大谷翔平選手の凄さがわかるでしょう。そして歴代日本人シーズン盗塁数ランキングでイチロー氏56個まであと5盗塁としています。5対1、3回西1・3塁で迎えた第3打席、フルカウントから153キロの内角直球を弾き返し、左中間へ2点タイムリーツーベースヒット。7対3、6回1・2塁で迎えた第4打席、カウント1ストライクから137キロの内角低めスライダーを捉え、ライト2階へ飛び込む特大の49号ツーランホームラン。ドジャースのシーズン球団記録ショーン・グリーン氏の49本に並びました。また1試合に本塁打と盗塁の両方を記録したのは、これで今季13度目となりメジャー記録に並びました。12対3、7回西2塁で迎えた第5打席、4球目を弾き返しレフトスタンドに飛び込む50号ツーランホームラン。もはや敵地球場は地鳴りのような凄まじい声に包まれました。これで自身初50号と同時にドジャースホームラン記録更新となりました。そして何よりついに50、51に到達し、異次元の50、50達成。なおこれでシーズン117打点とし、2005年の松井秀喜氏が記録した116打点を超えて歴代1位となりました。14対3、9回西1・2塁で迎えた第6打席、3球目を打って51号スリーランホームラン。なんと3打席連続ホームラン。そして今日10打点、一体何を見ているんでしょうか。今日は6打数6安打10打点2ホームラン2盗塁という50、50達成をもうわけのわからない打って走っての無双状態の自身最高の1日で達成となりました。ドジャースの最新の成績、ドジャースは昨日に続き打線が爆発し快勝。そして勝率の関係で地区優勝の前に
12年連続となるプレーオフ進出が決定しました。つまり大谷翔平選手、メジャー7年目にしてついにプレーオフ進出です。今季91勝62敗でナ・リーグ西地区1位を維持し、2位パドレスとは4ゲーム差に広げました。残り9試合のうち6試合はナ・リーグ西地区ダントツ最下位のコロラドロッキーズ戦、3試合は同じナ・リーグ西地区で2位のパドレス戦となっているので、パドレスとの3連戦が地区優勝に向け非常に大事な試合となります。パドレスにスイープされない限り3年連続地区優勝できるでしょう。なおワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績の比較を見るとこのようになっており、例年より勝率はやや低めになっていますが、それでも勝率はメジャー全30球団で2位となっています。特に先発投手陣が怪我人続出する中、ドジャース今季よく戦った結果と言えるのではないでしょうか。大谷翔平選手の最新の成績、過去シーズンとの打撃成績比較、153試合終了、残り9試合、残り 5.6% とし、このように素晴らしい成績を残しており、各指標のリーグ順位を見ると、打撃指標10冠、その中でも、凄さがイメージしやすい打撃主要指標は、本塁打、打点、長打率、OPS リーグ1位、打率リーグ4位、トップと 0.27 差としており、21年以降の通年の打撃成績を見ると、打点、本塁打は自身最高を記録するペースで、打率、OPS は去年が良すぎたものの、例年以上と言えます。ホームランは2位オズナ選手と13本差と2年連続ホームラン王獲得は確実。打点は2位ウィリー・アダメス選手と11差と大谷翔平選手初の打点王獲得も確実。打率についてですが、2年連続首位打者のパドレスのアライズ選手が打率3割2分でリーグ1位を独走しており、残り試合を考えるとここから巻き返すのは現実的に厳しいといえ、日本人選手としては2004年のイチローさん以来となる首位打者、 MLB 12年ぶり17人目、ナ・リーグでは1937年のジョー・メドウィック氏以来となる、まさに世紀の大偉業、打率、本塁打、打点がトップのトリプルクラウン三冠王はまた来年以降の楽しみにしましょう。また1シーズンの本塁打数と盗塁数でメジャー全体のトップ2に入った選手は史上2人だけ。1人目は1908年のホーナス・ワグナー氏で盗塁王53回に加えメジャー2位の10本塁打を記録。2人目はアメリカ野球殿堂入り第1号選手の1人で旧姓として知られるタイカップ氏が1909年に記録したもので9本塁打76盗塁でメジャー首位を達成。なおこの年カップ氏は史上唯一打撃全タイトル制覇を成し遂げています。大谷翔平選手の51本塁打は現在ア・リーグのアーロン・ジャッジ選手の53本に次いでメジャー2位、51盗塁はナ・リーグのエリー・デラクルーズ選手の64回に次いでメジャー2位となっており、3位とはそれぞれ9本6盗塁差がついているので、大谷翔平選手実に115年ぶり史上3人目の偉業となることは間違いないでしょう。ちなみに本塁打数リーグ首位 &40 盗塁以上は1912年のトリス・スピーカー氏とフランク・ベーカー氏以来112年ぶりの快挙となり、11発以上での達成は史上初になります。大谷翔平選手が達成しそうな記録、ホームランに関するこれらの記録とホームランと盗塁を組み合わせたこれらの記録を今日達成したわけですが、今季ホームラン王、打点王、日本人メジャーリーガー初トリプルスリー、本塁打と盗塁は達成済みなので、あとは打率だけ。ドジャースの長打数記録更新、2001年以来となるメジャーの負の記録を消し去る400塁打、そして何より今季 MVP を獲得となれば史上初 DH の MVP、 史上2人目の両リーグ MVP、 史上15人目の2年連続 MVP という歴史的な快挙達成となります。大谷翔平選手、さまざまな快挙達成が期待される今シーズンも残りたったの9試合と、レギュラーシーズンも残りわずかです。一試合一試合から目が離せません。一試合一試合から目が離せません。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。